よく耳にする嫁姑問題。この問題のもつれにより平成14年7月12日に悲惨な殺人事件が起きたことを知っているだろうか。犯行の舞台は北海道札幌市清田区の新興住宅街。ここで起きた事件の経緯を説明しよう。おぎゃーおぎゃー。よしよし、どうしたのかな。お腹が空いたの。ゆかと夫のさとしには一人息子がいた。ゆかは次男である夫の実家に住み、姑の春子と共に同居。子供が生まれたことでゆかの実母よしみも越してきて5人で暮らしていた。いわゆる3世代住宅でとても豪華な家に住んでいたという。一見幸せな家族たちに見えるが、家庭内では壮絶ないじめがあったようだ。まずは夫さとしの幼少時代を振り返りたいと思う。ああ、やったやった。おい、もっと酒を持ってこい。あんたもう十分だろ。家にあるお酒はもうそれで最後だよ。女のくせに口答えすんな。酒がないなら買ってくればいいだろう。もうだいぶ飲みましたよ。もうこの辺で。うるさい、黙れ。父さん、もうやめてくれ。母さんがかわいそうだろ。サトシの父親は酒癖がとても悪く、飲み散らかすと春子に暴力を振るっていた。そのためにサトシは間に入り、母親をかばっていたようだ。平和で幸せな家庭環境とは言えなかった。そんな春子は建設現場など土方の仕事に励み、サトシに歯科医になってもらうべく教育を受けさせる。しかしうまいようにはならなかった。はあ、また落ちた。これでもう5回目か。母さんに合わせる顔もないよ。結局サトシは5浪し、念願の北海道大学歯学部に見事合格。その後歯科医になることができた。月日が経ち、サトシはユカと出会い結婚、子供にまで恵まれた。はじめこそ仲睦まじい家族であったが、平成6年頃から環境が一変することとなる。今日からお世話になります。よろしくお願いいたします。ゆかの実母よしみが新たな家族に仲間入りを果たした。この出来事がきっかけで幸せな家庭が泥沼化していく。おぎゃーおぎゃー。まさしちゃんどうしたのかな。おばあちゃんが抱っこしてあげようか。お母さんは抱かないでください。実母が一緒に住むようになり、ゆかの春子に対する態度が急変。仲睦まじい姿は消え去り、厳しい態度を取るようになっていった。もともと馬が合わなかったのかは定かではないが、嫁姑問題が勃発することに。ゆかが春子を避け続け4年が経った頃、さらに状況は悪化の兆しをたどっていった。あんたとはもう一緒にご飯は食べないから、勝手に好きなものでも食べてください。そんな、私だけ一人で食べろっていうの。うるさい、クソババア。あんたの面倒なんか見てらんないのよ。早く家から出てって。一人暮らしするなり長男の家にでも行けばいいんだわ。クソババアの顔なんて見たくもないのよ。この頃になるとゆかはクソババアと呼ぶようになり、一緒に食事をとることはなくなった。そのため春子はスーパーのお惣菜や外食で食事を済ませる日々が続く。その他にも、自分たちの入浴が終わるとお風呂のお湯を洗濯機に移してしまうため、春子はシャワーのみか銭湯を利用するほかなかった。明らかな姑いびりが何年もの間行われ続けていたという。さすがに夫のサトシは姑いびりをやめるようゆかに注意するものの、しばらく経つとまたいびりが始まる。むしろ姑いびりはますます悪化していったのだ。おばあちゃま。まさしちゃんなんだい。おばあちゃまだなんて呼ばれて本当に嬉しいね。私のしつけがいいからね。まさし、いい？よしみおばあちゃんはおばあちゃまだけど、春子おばあちゃんはクソババアって呼ぶなよ。わかった？うん、わかった。まだ幼いまさしにはその意味を理解していたか疑問だが、ゆかは春子を呼ぶときはクソババアと呼ぶように教え込んでいた。まさしはゆかに言われた通り、この日からクソババアと呼ぶように。嫁からも孫からもクソババアと呼ばれることになった春子は心底傷ついたに違いないだろう。サトシはゆかを何度もいさめたり、時には包丁を向けることもあったという。そして春子を自宅に残し、家族4人で沖縄旅行に行った時のこと。ねえあなた、スピード出しすぎじゃない？このままじゃ海に落ちるわ。いいんだ、もう無理心中してやる。キャー！サトシは海に飛び込み無理心中を図った。しかしドアを開け全員が無事に脱出。結局失敗に終わったようだ。そもそもユカは元から性悪な女だったのだろうか。彼女は歯科用コンピューターのインストラクターであった。
同立衛生学院を卒業した彼女は成績優秀、おまけにリーダー素質の備わった性格で人気者だった。後の同級生の証言によると、まさかシュートメイビリをするようには考えにくい、信じられないと口々に証言している。平成14年7月12日深夜、ついにこの日が来た。晩酌をするサトシは、あまりにしつこく春子の悪口を言うユカが気に入らず、早く寝てほしいと思い、ユカの飲み物に睡眠導入剤を入れて眠らせた。その後、何事もなかったかのように自分も眠りにつく。今の大きな物音は何？深夜0時30分頃、ユカが1階今の階段付近に倒れている姿を春子が発見。この姿を見た春子は、張り詰めていた糸がついに切れてしまった。あんたがこの家に来てから散々な目に遭ってきたわ。殺してやる、殺してやる。年老いた自分が憎いユカを殺すには今しかないと思ったのだ。春子は仰向けに倒れているユカにまたがり、何度もユカの頭を階段の角に叩きつける。そのわずか10分後、サトシは母親が嫁を殺している現場を目撃し、慌てて駆けつける。しかしユカはおびただしい血を流し、わずかな息しかしていなかった。このまま放っておけばユカは死ぬから、母さんは音がしたけど見に行かなかったことにしよう。年老いた母親を刑務所に入れたくなかったサトシは、ユカをそのまま放置し、失血死させようと企んだ。結局ユカは血が流れ続け、息を引き取った。翌朝、息絶えた母親をマサシが発見し、自分で警察へ通報。この時マサシは7歳になっていた。おそらく妻は睡眠導入剤を入れたお酒を飲んでいたから、それが原因で階段から足を踏み外したんだと思います。そうだとしても、頭の損傷があまりに激しすぎる。何か他に知ってることはないか？マサシは警察の事情聴取に嘘の証言を残している。しかし事件発生の5日後、私が殺したんです。ユカさんとは不仲で疎外感を感じていました。この8年間ずっといびられてきて、ずっと復讐するタイミングを待っていたんです。嫁と姑の仲が常に悪く、二人に挟まれ長年苦しんできました。死んでもらった方がいいと思って助けませんでした。春子は弁護士と共に警察へ出頭、ありのままを供述し逮捕された。平成16年3月18日、春子は懲役7年、サトシは2年6ヶ月の懲役が確定した。今回起きたむごい事件は、毎日繰り返されていたシュートメイビリが原因である。いじめる母親の姿は子供の目にはどう映ったのだろう。そして無残な姿となった母親を子供に発見させる父親の思考回路には怒りを覚える。ユカの実母もまた見て見ぬふりを貫き通したのだろう。シュートメが殺人を犯してしまう前に、周囲はなぜもっと救いの手を差し伸べなかったのか。シュートメを守る人間がもっと多ければ、違った結末になっていたのかもしれない。